朝ごはんは食パンが食べれます。コーヒーとかも、ね、用意してくれてます。薬杉ランドに空港から向かいますが、往復で、乗り放題券を買った方が安いらしいんで、空港の普通に JAL カウンターで買いました。あっちの観光案内所はね、9時からでダメっぽかったんですけど、 JAL の方も9時からって書いてあったんですが、ちょっと早めに購入できました。バスを降りたらすぐ目の前に期限過ぎ行きのバスがあるんで、これに乗り換えます。天気が悪いからだいぶ暗いし、全く人がいなくてちょっと怖いですね。じゃあ薬杉ランド今10時25分行ってみます。苔がすごいな。苔しのぶかな、これ。切り株の上にまた木が生えてる。誰もお客さんがいない。杉苔かな、綺麗。すげえ川。ちょっと怖いな。荒川吊り橋を通り過ぎると未舗装って聞いてたんですけど、こういうちょっとなんか川っぽいのを渡る道路もあるんですね。いいね。なんかこの倒れてる木はすごいねじれてる。苔がすごい。他の山より苔が大きいし、種類も多いし、びっしり生えてる。根っこがひっくり返ったとこかな。こういうの見るとネイチャーアクアリウムまたやりたくなりますね。結構雨降ってるんですけど、森の中にいるとやっぱ木がすごく多いので、ほとんど雨が自分に当たらないですね。結局暑いし雨具脱いじゃいました。でここが天文の森への分岐なんですけど、ここまででね60分ぐらいで来れてるんで、多分書いてあるタイムよりだいぶ早いので、ちょっと本当はここでもう折り返す予定だったんですけど、ちょっと一番奥まで行ってみようと思います。中が腐ってる。霧がすごい神秘的。湿度がとにかくすごくて、汗がやばい。そしてマジで誰もいない。さっきの東屋でお昼を食べてる人たちがいただけで、他のお客さんがマジでいない。この空気中の湿度があるから、苔がこう、なんだろう、ツタ状に伸びて、垂れてるの。これマジですごいよね。すげえ、形。結構ここまで来ると太いのが割と残ってる。
まあ、それそうか、奥であれば奥であるほど大変だもんね。切り株もいっぱいあるな。天文の森に着きました。今11時45分約1時間20分ぐらいでここまで来ましたね。割とてっぺんなのかな。山も開けてます。山じゃない、空も開けてる。下りが怖いな。やっぱ苔とかがすごいし、濡れててめっちゃ滑るんですよ、こういうところ。ちょっとさっき普通に苔て足痛いし、なんか軽く痛いなぐらいで進みましたけど、なんか場所悪かったりすると普通に怪我とかしたらもうなんかおしまいな気がするんで、ちょっと下りはマジで怖いですね。なんかこの時間になって少し人とすれ違うことが増えた感じがしますね。なんだろう、みんなレンタカーとかでちょっとゆっくりめに来てるのかな。でもどうなんだろう、この時間からこの一番奥まで行ってあれか、普通に歩いてると間に合うのか。なんかやっと人とすれ違うので、ちょっとどこから来たんですかみたいなおしゃべりなんかもしましたが、今朝荒川登山道行きのバスが運休になっちゃったんですよね。あの4時台のやつかな、なんか天気が悪いからって。それで今日はこっちに屋久島南道の方に来ましたって言ってた人たちもいましたね。途中の屋久杉はなんかもうほとんど中の空洞だけど、葉っぱはついてるように見えるな。苔がすんごいモリモリなんだよな。膨らんでるもんね、なんか枝が。おお。すげえ。天文の森に分岐する東屋のところまで戻ってきました。ちょうどここから往復で1時間ぐらいですね。今12時。20分。ここの東屋でちょっと軽くお茶にします。だいぶ休憩したので出発です。帰りのこっちのルートの方が一応ちょっと距離は長いみたいなので、行きが1時間だったから、まあ1時間半見とけば出口まで着けるんじゃないかな。1時間半。今1時なんで出発です。川が見える。すごい流れ、木も、新しい木も落ちてる。釣り橋に戻ってきました。戻ってきましたじゃないな、ここは通ってないので釣り橋のあるところまで来ました。
ぶったすぎです。弱っているようです。すげー。あ、でもなんか上の方あんまり枝がないな。なんかこう古いやつだけ杉ってまっすぐなイメージですけど、こうすごいボコボコしてるのはなんでなんでしょうね。いや、なんかねじれてんな。でかいとねじれんのかな。これは多分倒木ですか。穴が開いてるなんかかわいい。ここから中から覗けんの。おー、もうぽっかり向こうまで見えるんだ。最近土砂崩れがあったのかな。終わりました。ヤクスギランド戻ってきました。今2時35分ですね。まあだいぶ余裕がある、余裕のある設定だったんで、バスまでまだ45分ぐらいありますね。安房で降りました。モスバーガーある。すげえ。昨日宿の人にがなんかマックのソース持ってたから、え、マックあるんですかって聞いたら、なんか鹿児島にはあるみたいな言われてちょっといじられたんですけど、バスのね、乗り換えで30分ほど待ちます。ちょっと周りを散策してみようと思います。道だからかな、居酒屋が多いからかな。誰もいないし何もやってない。あ、やってる。タバコは島内で買いましょうタバコ税は貴重な資源、財源ですショッピングセンターがあります。結局安房港の方まで歩いてきちゃいました。10分ぐらい歩いてたな。ショッピングセンターバンちゃんに行ってみて、まだ15分ぐらいあるんで、安房港からバスに乗って帰れようと思います。割と普通のスーパーだな。鹿児島産のお刺身とか売ってる。お惣菜も結構普通の値段だな。地元のお土産とかお酒とかも結構売ってるなと思ったけど別にあれだな、全然地元のお酒とかじゃないなこれ。あ、これ見たけは屋久島のやつだけど、なんかしれっとこう特産品コーナーに普通のやつ置いてある。なんかクラフトビールがあるらしいんですけど、ここにもなかったらなんかどこにもなさそうなんだけどな。美味しそうなのでサバ節っていうのを買ってみました。こういうなんかスモーク系のやつ大体好きなんだけど、香りがもう美味しそうだったんで買いましたが、このサバ自体はどこで取られてるのかわかんないですね。あの加工してるのが屋久島なのか。なんか昔も結構作ってたらしいですね。荷物の準備です。雨具、テント、寝袋、マット、あとはガスバーナーとガス、ヘッドライトとか、あと GoPro、 モバイルバッテリー、こっちは雨具と防寒具で、持ってくのはビスケットとナッツとちょっとしたお菓子と一本満足バー、あとアクエリアスの粉で、アルファ米を4食分と、なんかカレーとかそういうレトルトのと味噌汁、コーヒーは2回分で、一応夜寒くなった時の着替え用にメリノールの上下と替えの靴下。夕飯はカレーとパスタです。